じゃあさ、逆にさ、三浦さんみたいな感じなのに、三浦さんみたいにやってもらえなかった人っているのかな？同じ年齢でさ、同じ状況なのにさ、持ってってもらえないってさ。いや、ないんじゃない？そいつはまあそれなりのことしかしてないんじゃないの？そいつがね、まあ、三浦さんに至らないぐらいの人が、誰かがな、山頂まで持ってってくんねえかなって言ったら、バカなこと言ってんじゃないよって言われちゃうってこと？まあ、そうだね。三浦さんはやりましょうよってなると。希望を与えたりしたんじゃない？誰かに。何歳になってもなんかチャレンジしたり。で、自分も、あ、頑張ろうとか思って、で、その人が足悪くなったけど、登りたいっつってる、そんな、なんか、ボランティア、イベントが発生したってなったら、ちょっと参加しよっかな、みたいな、なんじゃなんかさ、それができなかった人みたいなものをもっと特集すればいいんだよ。ない。え、できなかった人？そういうふうにできないのにできちゃった三浦さんすごいみたいになるじゃん。要は三浦さんはああやってたくさんの人に抱え上げてもらって富士山の頂上まで行けたじゃん。これどんなにすごいことかっていうのを、いや、人はこう思うわけじゃん。あんなの周りの人に運んでってもらえるんだから、そんなのすごいとかじゃないよ。当たり前じゃんとか言うじゃん。そいつはバカだ。でもそういう、だって自分で登ってないじゃんみたいな。で、そこじゃ、俺は今そこじゃないじゃんって話をしてたんだけど。だけど、だからいかにそれがすごいかっていうふうにするには、そういうふうに、いや自分もね、車椅子でもう年取ってるんですけど、それの上に行きたいって言ったら、なかなかできなかったんですよ。人が集まんなくてね、みたいな、そういうやつをいっぱい紹介するっていう。なんか普通の畳の部屋で、なんかそいつのちゃぶ台の前で、何してんだろう、できなかったっていうのを自宅で聞いてんだ。まあ、で、相手もまあ、でしょうね、つって。だってあなた何も達成してないですもんね、つって。まあ、そうなんだけどね、つって。誰の、何の話してんだよ。ただのクズ野郎の話。そういうやつがいっぱい見ないと凄さが分かんないと思う。ああ、そっか。そういうやつを三浦さんの前に散らしといて、で、こうですよっていう。あのニュース見た時に90歳で車椅子で周りの人に持ってもらって山頂に行ったって言った時に、表面的にはさ、なんだよこのニュースと。何がすごいんだよみたいな。いうやつもいるだろうね。え、登ってねえじゃねえかみたいな。なっちゃうから、他の同世代の同じ条件だけど、そうしたかったけど、できなかった人のインタビュー記事をいっぱい載せる。それさ、その感情の劣化したバカに説明するためにそんなことする必要なくない？その本質とかね、登ってねえじゃねえかよなんてツッコミ入れるやつのためにさ、なんでその不幸なじじいをいっぱいばらまいておくんだよ。その凄さを出す。その凄さがこう、すごいじゃん。ないんだから、そもそも。そもそもではあんまり分かんないよ。ストレートで普通に考えたら、なんか、あ、運んでもらってんだって思う人多分いると思うよ、それ。なんだ、運んでもらっただけかで終わるやつ。うん。あ、じゃあ分かった。ちょっと俺のは極端すぎたから、じゃあ、運んでもらったのに山頂まで行けなかった人たちとか。ああ、それいいね。そっちの方がいいね、俺。いいでしょ？それめっちゃいいじゃん。仲間が集まってくれたのに、仲間もなんか力尽きちゃって無理だったみたいな。それめっちゃいいじゃん。そういうのもいっぱい紹介したからこそ、行ったことがすごいにもなるし。いやー、でもそうね、俺でもそっちのダメだった方のが映画みたいな、映まあ、画。これはでも一番最下層は、ちゃぶ台からスタートするやつもいるよね。一人も集まんなかったっていう。お茶飲んで、せんべい食って、で、ただ空想してるやつの。それはさ、いるよ、たくさん仲間がいる人だけどさ、一握りでさ、俺なんかやっぱり一人もいなかったねって。だろうね。これさ、3人とかのがきついわけよ。3人だったらさ、ね、それもいないが諦めついちゃうわけ。3人だったらどっかから一人、なんとかして一人捕まえとこうみたいになるわけ。めっちゃそいつうまい。なんかやっぱり三浦さんのニュース記事は、なんかそういう部分が足りなかった。今までのこの人がどれだけこれができなかったかみたいな。他の人たち、夢破れた人たちのそういうもの。俺はすごいことだと思ったけど、この写真が面白かったんだもんだって。でも、三浦さんのファンの中でもこの写真面白いと思ってる人いると思うな。こういうさ、三浦さんのファンとかっていうのはやっぱりさ、どこかさ、楽しんでるパターンあるよ。おじいちゃんとかをさ、面白がる人っているじゃん。うーん、そうあってほしいね。この角度でしょ？いいよね？いい写真だよね？これ。よく撮れてるよね？みたいな。ほら、見て、真剣な顔みたいな。真剣な顔ちゃかすみたいなさ。
ありそう。ありそうだよ。